って、いよいよ。いや、全然いよいよじゃない。何のいよいよ今の。何のいよいよだよ。この先250メートル先が138号線って書いてあるので、順調です。順調ですよ。まず三沢来た。あ、こっち138って書いてある。こっち？こっち？あ、あった勝谷。勝谷あった。ケンタッキーと勝谷あった。すごい引き笑い。ほら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 、ケンタッキーと勝谷。ここです。ここ曲がります。探し求めてた。勝谷。はい、とりあえず一番難関のチェックポイントをクリアしましたよ。よし、順調に138号線に入りました。あ、なんかすごいのどかなところだな。うわー、もうさらに寒くなってきてます。これ一応富士山に近づいてます。見えますかね。多分真正面です。おそらく真正面に見えるのが富士山ですね。あの白いモヤモヤモヤってしたやつが富士山かな。うわ、寒い。急激に寒い。あちゃ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 。あのね、思ってるより寒い。こんな初夏の雰囲気出してるけど寒いぞ。こっからはね、ちょっといまいちわかんないんだよね、本当のこと言うと。富士五湖道路が出てきたら、そこ乗らないっていう感じで。そういう感じで。上がってる感じですね。おお、なかなか。おお、え、田園すごっ。え、これゆっくり見せれないのが切ないな。すごい綺麗。ああ、いい景色じゃないか。あらら、こういう感じなんだ。へえ、ちょっとゆっくり走っちゃおうかな。あ、須走りっていう看板が出てきましたね。通り過ぎるってパターンが一番困るんだよね。涼しい、本当に。しばらく、もうちょっとまっすぐかな。およそ5キロって書いてあったかな。5キロってどれぐらいだろう。結構これは集中しないと。でもこういう走りやすい道は集中しなきゃまずい。今私に振ったんだよね。このなんだろう、このやえされると、え、私に振ったのかなっていう、私の後ろかなって後ろ確認しちゃったよね。恥ずかしい。初八重もらっちゃった。やばかったな、今ちょっと恋に落ちてるとこだった。やばかった、危なかった。あ、今八重されただけで左手の疲れが吹っ飛んだ。単純ですね。はい、やえされたことで元気を取り戻した私。よし、素走り頑張っちゃうぞ。あ、小山町ですね、書いてあります。こっからどうやら小山町です。小山タウンって書いてありました。おしゃん、
どこだどこだ、もうちょっと先か、これまだかな。あ、でもライダーがたくさんいる。多分これ、多分こっちだと思う。曲がってみたけど、多分ここ多分富士あざみライン的な感じの道だと思うんだ。合ってるかな、合ってろ、合っててくれ。でどこで曲がるんじゃ、いやここじゃない、ここは違う、ちょっと探るよ。いやちょっと待って、合ってるかな、え不安になってきた、あれ違うあれおよよよよ、でもライダーみんなこっち行ったし、多分合ってるあれあ、斜めって書いてある、斜め、ここ曲がる、こっち？ちょっと待って、富士山5合目って書いてある、ちょっと待って、ちょっと休憩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 や。富士山5合目富士山5合目行きに入りました。あ、でも道の駅すばしりって書いてあるからどっちなの、富士山5合目とすばしりは同じ方向なの、右って書いてあるな、右だ、合ってた、よかった、ここだここだ、ここだよ、多分ここここよ、ここ素走りまっすぐ、おおよかったよ、おおよかった、はい素走り、道の駅素走りです、よし来たよし来た、おうここか、な富士山やっぱなかったな、ここに止めればいいんだろう、二輪車 P あそこか、よいしょ、危ない